この動画は、ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ第77弾、マリサ以外マリサじゃないのの続編です。あと第87弾、犬走りもみじ、入浴の遊戯の要素も含みます。注意事項ね。問題はないかしら？それじゃあ、ゆっくりしていってね。どうしよう。なぜか無言でめっちゃ見られている。そしてちょっとずつ近づいてきている。あれってマリサ。ぽいけど違う？なんか全体的に肉の量が少ないし、匂いも微妙に違うというか薄い？お嬢ちゃん。私に何か用事？私に話しかけるな獣が、ちょっと理不尽じゃないかな？いや、あんなにじろじろ見ておいて、私に用がないってことはないでしょ？私も一人で退屈していたところだし、お話があるならちょうどいいから一緒に。じゃあ近寄るな獣を。先ににじり寄ってきたのそっちじゃんね。かげろう。バンツッキ？いつからそこに？今さっきだけど、かげろうお前。そんな小さな子供に何を？違う違う待って絶対誤解されているこれ。どうしてそこまで持て余す前に私に相談してくれなかったんだ？ほんと待ってバンツッキ。この流れはなんだかすごく地獄っぽいデジャブを感じる。一旦落ち着いて私の話を聞いてお願い。助けて赤マントお姉さん。大丈夫だ。最悪侵入として私が体を差し出してでも止めてみせる。侵入ならまず話を聞いてくれないかな？それからバンツッキは私のために体を張りすぎだよ。つまりあなたは、昔のマリサを参考にして作られた人造人間で、その頃のマリサは魔法の森でヤイッヌによく襲われていたため、あなたはイッヌが苦手に、それを克服するために人間の形に近いイッヌ系妖怪から慣れようとしていたと？ごめんなさい。気が動転しちゃって、そっちのお姉さんは何も悪くないのにど変態クソケモ扱いを。まあ、あまりに理不尽すぎて少しびっくりしたけど大丈夫。どちらかというと石板木さんが何の迷いもなく私を変態扱いしてきたことの方がムカついてますね。いやほんとごめんて。焼肉おごり一回で手を打とう。にしても、その理由でカゲロウと接触するのはミスチョイスじゃない？ほのぼの系お姉さんではあるけど、一応それでもカゲロウは狼だよ。イッヌ系妖怪の中でもハードルが高い方じゃ。マリサお姉ちゃんから聞いたの。この辺のイッヌ系の中じゃ一番おとなしいのがキクリンの狼女だって。確かに。山の白狼天狗たちはゴリゴリ武闘派でちょっとおっかないし、アウンちゃんや京子ちゃんはいい子だけど、だからこそ善意 100% ですごいグイグイ来るかもね。あと狼は実質いかつい芝居犬だって噂もあるし、いけるんじゃねと。違うと思うよ。違うとも言い切れんぞ。どちら様ですか？我が名は犬キング。解説担当のケルベロスである。はじめましての概念。今日は芝居犬が最も狼に近い犬と呼ばれている件について解説していくのぜ。である。アジア系の犬種は洋犬に比べて狼っぽい DNA を多く残しているそうだが、芝居犬はそれらアジア犬の中で最も狼っぽい DNA の比率が高いらしいのである。そうなんだ。よって狼はいかつい芝居犬である。そうかな、そうかも。でも、やっぱり無理だった。いや、マリサはこの程度じゃへこたれない。私はマリサお姉ちゃんのいいとこ取りをしつつ、独自のマリサを確立していくと決めたのだから、目指すはブラックドッグをはべらせガンドライドを率いるようなクールな強強マリサよ。目標がなんかまがまがしそうなのが気にはなるけど立派だね。五感からすごく物騒な気配はするけどとりあえず応援したくなるね。その勢いをしてはじめにケルベロスの尻をめでよ。じゃあ焼きたてのパンみたいなお尻。あはは、先は長そうだね。そんなところに颯爽と現れる私だよ。またしてもどちら様？魔法の森で何回か会っているよ。あいや、今は姿も匂いも違うからわかんないか。私は三つ頭への子、お風呂上がりのケルベロスよ。これまた初めましての概念。お前は、知り合いなの？まあ、一応。以前、小さいマリサに拒絶されてから、私はたくさんのことを考えました。そしてたどり着いた答えがこれよ。いい匂いがするケモお姉ちゃん作戦。ほんとだ。なんかフローラルな匂いがする。これは、シャンプーの香り？人間の里で買ったシャンプーの香りよ。つまりこれは実質人間の匂いってわけ。人間の匂いがする私とかもうただの獣耳が生えているお姉さんでしかないでしょ。さあ、チーマリちゃん、今度こそ私と握手。私に近寄るなクソケモが。なんで？イッヌンヌン以前の問題が大きすぎるからじゃないかな。やあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のピックアップことわざはこちら。パーキングアップザローンツリー。英語圏のイディオムだね。訳は、間違った木に吠える。狩猟犬が獲物のいない方向へ吠えている。というイメージから生まれたイディオムらしい。転じてこのイディオムは、見当違いや勘違いで誰かを非難してしまうことや、間違った方向に努力している状態を、たしなめたり揶揄したりする感じの表現として使われるそうだ。早合点の勘違いでカゲロウを変態扱いした石板木の行動と、大衆のケアより先に外すもんがあんだろ？と言いたくなるエノコの努力に対するピックアップだね。さて、あの頃のマリサは正しい方向に努力してイッヌ嫌いを克服できる日が来るのだろうか。次は白霊神社の狛犬あたりに追いかけ回されて絶叫してそうだね。ご視聴、ありがとうございました。